おはようございます。おはようございます。4年目の岩瀬です。自分の座右の銘は運外蒼天です。どんな困難でも乗り越えることができればその先の道は開けるという意味です。今コロナ禍でいろんなことが普段通りではない難しい状況ですが、その中でもやれることはたくさんあるはずです。どんな小さなことでも今やっていることがいつか自分の力になると信じて目の前のことを全力で頑張る。そうすれば自分の成長にもつながるし、チームの成長にもつながると思います。みんなで笑い合える最高の未来を信じて一日一日、頑張っていきましょう。そしてきつい、しんどい、もう無理と思ったらこの言葉を思い出してください。大丈夫、心配するな、なんとかなるです。この言葉は一休さんの言葉です。どんなにきつくてもしんどくてもなんとかなります。今日も限界突破していきましょう。以上です。輝く明日を信じて、岩瀬さんと似てますが、苦しい時、しんどい時、たくさんあると思います。その時ほど、輝いている、自分を想像しながら、自分は練習に取り組んでいます。このキャンプ、きついこと、しんどいことあると思いますが、その先に、その乗り越えた先にきっと、輝いている未来が、輝いている自分がいると思います。このあと少しのクール、みんなで、輝いている未来を想像しながら、きつい練習に取り組んでいきましょう。よろしくお願いします。おはようございます。2年目の村上です。自分は現状維持は衰退をかけました。日本一になった選手でもそのままの同じことをずっとしていれば、すぐ日本一から落とされます。そして我々は日本一になってません。その我々が、去年昨日を守って明日何になりますか。今日一つ何でもいいので挑戦してください。そして皆さんには食べることにも気を配ってほしいと思います。今はプロテインなどサプリメントいろんなもので補うことができますが、やっぱり食べることが一番だと思います。そしてある方から昨日こんな言葉をいただきました。食事も仕事ハハ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 ハ。誰でもやるよ。多いよ。多いよ。高いじゃん。高田さん。おはようございます。僕は今年、挑戦という言葉を大事にして、1年間やっていきたいと思います。その中で、たくさん挑戦する中で、すれば失敗も。あると思うので、その失敗をどう生かすかっていうことを考えて、野球の面においても、日常生活においてもいろんなことに挑戦していきたいと思っています
挑戦していきたいと思ってます、はい、今日も一日頑張りましょう。おはようございます。ホークスから移籍してきました渡辺裕太です。ホークス時代、鍋爺と呼ばれてました。年下年上関係なく、全員ほとんど、鍋爺と呼んでたので、年下の選手も多いと思いますが、気軽に、鍋爺と呼んで、話しかけてもらえれば、いろいろと、コミュニケーション、取っていきたいと思います。よろしくお願いします。もう一つ、僕の大事にしている言葉書いてきました。よいしょ。生を必する者は死し、死を必する者は生くと読みます。これは、僕の出身地である新潟の戦国武将上杉謙信の、言葉です。意味は、生きたいと思って、戦いに臨んだ者は、死んで帰らない、死の覚悟を持って戦った者は、生きて帰るという、言葉です。野球に置き換えると、失敗したくないとか、エラーしたくない、そんな気持ちで、プレーをしていると、まあ、高い確率で、失敗しますし、そういう経験というのは自分の人生には、生きてこないと、思います。逆に、失敗することを恐れずに、挑戦して、失敗しても成功しても、それっていうのは、自分の人生に必ず生きてくると思うので、今日、対外試合最初ですけど、失敗を恐れず思いっきりプレーして、自分に生きる経験を今日、たくさんしていきましょう。よろしくお願いします。今更ですがアニメのワンピースを見始めました。そのワンピースにちなんでここに書いたように、今年は、虎の羅王と言われるような活躍をします。そのアニメのワンピースの主人公、ルフィは、ご存知の方も多いと思いますが、どんな相手でも、恐れず立ち向かいます。先ほど、鍋爺さんが言ったような、死を覚悟して、戦いに行く者は強いと思います。僕たちも、どんな相手にも立ち向かい、どんな困難も、乗り越え、そして僕たちのワンピース日本一を手にしましょう。以上です。